おいらこうせっこじゃ。俺水族館おらんぞ。よし今日はここまでしようか。まだまだ今日も早いですね。今日は鍵やかしゃあないや。マモチカ早終わったしコンビニでも。あれあれどこ行った。どうもマモチカです。最近マモがハマっているのは練習終わりのお菓子です。お気づきの方もいるかもしれませんが、なるほど影が薄いです。本当はムカついていますが表に出さないのが大人です。なんやこの陰キャは。謝れです。どうしたの消えろ。パパに言いつけていますです。なんやねあいつ。すいません練習で少し遅れました。すいません申し訳ないです。ダメじゃないですかね。おーすまんすまん。おお、ビデオが上。久しぶりじゃないのかの。ま、ボスだ。会長のありがたい言葉を聞くのかね。この旅の遅刻、本来だったら、なんだけどの。申し訳ありません。条件を二つ飲んでくれたら、なかったことにしてやるの。条件というのは、この基礎監督や。あのキーパーを B に落とせよ。おい、タコ。絶好だ。おいら集まれ。はい。おい、おい、言うてんねん。いきなり何ですか俺の監督。お前らの中に一人 B チームに降格のやつがおる。いや、いきなりすぎませんか。うるさいねお前。まあ実質俺は永遠に A チームやからええけど。マジかよ最悪や。フォアモスさんはハンド全国クラスやし、キーパーはマモチカしかおらんし。じゃあ発表するぞ。お前やマモチカ。え B を言ってください。俺が B って言うて B じゃ。それだと A チームにキーパーがいなくなってしまいます。俺からキーパーを消するから。このクソ監督や。条件を飲んでくれたらなかったことにしてやるの。条件というのは。あのキーパーを B に落とせの。いや理由もなくそれはさすがに。息子にぶつかっといてうっさい連消えろって言ったみたいだな。どう思うアグスコーチの。ごめんかせろですね。でどうするの。わかりました落とします。新コートも最高なのかね。君には新しいコートを用意してるからの。本当ですかねボス。お前はいい下僕だな。よしよしよし。ありがとう。やっぱりボスは最高なのかね。今日も僕はディフェンス練習でしょうか。お前は今日から A チームなのかね。本当ですか。お前本当に邪魔だから僕が小野監督に推薦しといたのかね。そんな言い方しなくても。あちょっと待つのかね。はーい。コーデの言葉 A チームで言いふらすだね。なるかにー、なるかにー。で、お前は今から A チームの選手だから。嬉しいです。一安心なのかねー。B チームの練習ってここですか？あ、桃千代君、待ってたのかねー。あ、よろしくお願いします。えっ！あ、君何ですか？期待外のありそうなやつが来たのかねー。お前そんなことが通じると。もういいからもうこのまま。お前らもっとシュートのせいであげんかい。鬼の監督。何や練習中です。キーパーがいないと練習になりません。キーパーがおるってイメージしろ。いないもんいないです。お前にはイメージ力が足らんねん。 A チームの練習場ってここですか。え、ナギ、お、来たか、こっちへ。よろしくお願いします。 B チームから何が昇格や。 B チームでディフェンスは学べたか。それが B チームの記憶がなくて。 B チームで何が起きてるんや。体調は大丈夫な。そこは何ともありません。でも何か伝えないといけないような。ただ本人の監督、キーパーという課題は解決されてませんが。まだ言っとんかよお前。本人の監督です。あ、はい。誰やあいつは。いや見たことないです。はい、じゃあ今日から入ってきてくれる新入部員のゲソーリ君や。よろしくお願いしますゲス。僕は行きたい時にだけ練習行きますゲスので。お前そんなことが通じると。もういいからもうこのままで。ケース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 。お前そんなことが通じると。もういいからもうこのままで。ケースケースケース。何を言ってるんですか監督。こうでも黙ってくれ。確かキーパーに困ってるんでゲスよね。キーパーおらんと練習ならんからな。じゃあ僕がキーパーをやってあげるでゲスよ。お、キーパー経験者か。え、やったことないでゲスよ。あ、オリオ監督、なぜそんな奴を A チームに。トップの景色も見せとこう思ってな。それじゃあ B チームで頑張ってるあいつらはどうなるんですか。あともう一つ条件があるんだけどな。あ、はい、なんでしょうか。僕の息子が来た時に面倒を見てほしいんだろ。 A チームの部員としての。いや、急に A チームは廃部の手続きでもしようかな。はい、やらして。そんなことは知らん。じゃあ早速キーパーやってみようか。はい、ゲス。さあ、来いでゲス。ガー！なんなんでゲスか、この威力。おい。キーパーってこんなに怖いでゲスか。おい、やめろ。おい、うわ。お前ら威力考えろ。A チームの景色見せるって言ったのは、鬼の監督では。もう今日は練習ここまでや。はい。お前ら練習を真面目にやってるのかね。
あいつらまさかサボってるのかね。どこかに、どこかに。あの隊長何をすれば。今から踊りとして出て行ってほしいです。え、嫌だけど。僕はこの作戦を何としても成功させたいです。なので岩田さん、力を貸してください。え、嫌だけど。いいから早く、岩田さん、踊りにやってください。いや、いや、いや、早く、いや、早く。隊長、次の指示はまだですか。プリンチです。ターゲットが近づいてきてます。岩田さん、早く行ってください。こんなとこにいてるがね。マモチカさん、今です。ポン。お前はそこにいたのかね。えらく舐めたことをしてくれたね。隊長、どうしたんですか。落ち着いて冷静に。怒らないから出てこいなのかね。そこにいたのかね。終わった。やっとこの時が来たね。え、チャンスをやるのかね。1なのかね、2なのかね、3なのかね、4なのかね、5なのかね。もう一回かくれんぼをやって一人でも逃げ切れたら、さっきまでのことはなしにしてやるのかね。何としてでも逃げ切る。始めようかね。ターゲットが動き出しました。この戦いは一人でも逃げ切れば俺たちの勝ちだ。悪いがそのまま監視を続けてくれ。あ、監視役がいなくなってしまった。どうしましたか隊長。岩田くんが捕まってしまった。どうするですか隊長。監視役がいないと。あそこなのかね。急いでください隊長。今すぐそこから離れるんだ。わかりました隊長。うわぁ、くそ、残り俺だけか。今出てきてくれたら一週間君にサポリケンをあげようと思うんだけど。僕は仲間を裏切ることはできません。これ逃げ切って全員で生還や。あ、いましたボス。は、はい、ミッキーなのかね。君はもう帰っていいのかね。ありがとうございます。は、おい、もう今日は練習ここまでや。意味がわかりません監督。お前ら初心者のキーパーに本気で打って楽しいか。どっかで聞いたような。まず初心者を A チームに入れてプレイさせるのどうかと思いますが。失敬で消す。言い返すな。俺は監督でお前はキャプテン。身の程を知れ。僕は疲れたからもう帰るで消す。おい、そんなことが許されると。お疲れ様です。すいつからあんな監督腐ったんや。コモさん、あんなにピコピコしてる監督初めて見ました。俺を拾ってくれた時の監督はもっとかっこよかった。うっ、ちゃんとやってるやないか。あんたがハンド教えたる言うからヤクラ高校来たけど、ボールほとんど触らせてもらってないやんけ。お前はハンド以前にそんな鈍った体叩き直すんが関や。俺はハンドでてっぺんを取る。あんたについていっても大丈夫なんやろな。それが俺の仕事やからな。ええから黙って体力元に戻せ。そんなことがあったんですね。最近の監督はなんか怯えてるように見えるんや。訳があるのでしょうか。とりあえず今様子を見ましょう。まあそうやな。あ、おいべっこ、せっこじゃ。お危ないやろ。すいません。うわあ、おい凪、どうしましたキャプテン。お前コントロール悪くなってないか。そんな。 B チームで何しててん。ディフェンスをしてたような。まあ A チーム来たからにはビシバシ鍛えるからな。あーいい。本当に B チームで何してたんだっけ。みんな元気してるだけっすか。うわ来たやん。おゲスボリ君来てくれたやな。前のメディアハンドが面白かっただけっす。いやそれはありがたいことやな。おい遅刻やぞ。それは僕に言ってるのだけっすか。お前以外誰か。おいキャプテン、次のメニュー行こうか。おりの監督どいてください。今日僕はシュート練習したいだけっす。次はシュート練習で行こうか。ちょっとお前キーパー入れだけっす。え、俺キーパーしたことないし。はいはいで。え、そんな行くだけっすよ。え、僕のシュートだけっすか。ナイスシュートです。あ、やっただけす。どう考えても反則やろ。合わせろ。ディョン、ディョン。脇腹に当たったよ。強弱なのかね。大きいのかね。これに何の意味があるんですか。ドリブル中に相手にボールを当てられても動じない体づくりをするのかね。ドリブル中に相手にボールを当てられるってどういうこと。次行くのかね、ホッキーパー。はい。ディョン、しっかりボールを置きなさいね。練習の意味がないのかね。もともとこんな練習意味ないでしょ。そこまで言うのなかったのかね。キーパー3分勝負で僕に勝ったらこの練習をなしにしてやるのかね。言ったっしょ。さあ来い。俺だと全部止めちゃいますよ。舐めやがってね。こうなったら奥の手なのかね。あ、ようなのかね。あ、それはなしでしょ。よそ見をしてるお前が悪いのかね。次は絶対止める。あ、おのか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 ね。あ、バカなのかね。
次は僕がゴールキーパーの番なのかね。くっそ、警戒しとったのに。ママ近く、ファイト。3本入れたらいいんすよ。お前らも僕が勝ったら罰なのかね。お前ら、こいつにキーパーができるわけない。やから全部決めればいいだけや。あ、それはさすがに反則でしょ。僕がいつ武器を使っちゃいけないって言ったのかね。あと一本止めれば勝ちなのかね。岩田さん。なんだよ。何をやってるのかね。いや、アゴスコーチのキーパー姿を近くで見たくて、その目に焼き付けておくのかね。ん、ゴールをずらしたらこっちに打てって。なるほど、そのために移動したんか。早く来るのかね。何をやってるのかね。僕に逆らった罪は大きいからね。まったくん、せっこだ。最近物忘れ激しくて。はい、もしもし、集合だ。はい、すぐ向かいます。どこ行くんですか、監督。さすがに無視はないですよね。僕が来てやったんだけすよ。ああ、お前か。何ですか、その態度は。俺は練習を真面目に取り組むやつは好かん。お前、僕のことが好かないけすだと。しかも僕が A チームにいること文句言ってただけすよね。初心者で特に光ってるもんがないお前を A チームに置くメリットは俺には分からん。言っただけすね。勝負だけすよ、ザコキャプテン。お待たせして申し訳ありません。座りたまえの。はい、はい、失礼します。息子はメディアハンドを楽しんでいるかの。シュート、キーパーともに楽しんでおります。それは良かったの。ただ息子に不利益が生じるようであればの、お前の首が吹っ飛ぶかもの。そのようなことは全力で阻止いたします。俺は練習を真面目に取り組むやつは好かん。勝負だけすよ、ザコキャプテン。甘えのバルなんて全て止めてやるだけす。じゃあ3本勝負で、お前が1本でも俺のシュート止めれたら自由参加認めたるわ。いや、コーンさん、それはさすがに。キャプテンなのに頭が悪いだけすね。ゲス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 。え、ボールが全く見えなかっただけす。あんなシュート見たことないですよ。あ、俺の悪いとこやねんけどな、プレッシャーないと最高のパフォーマンスができひんねん。いや、主人公すぎんか。あと2本行くぞ。これで満足か。覚えてるだけす。ベベベリー。悔しかったら真面目に練習しに来い。でも大丈夫でしょうか。何が？とんでもないことをしたような。ベベベリーゲス。おお、愛しの我が息子よ、どうしたんかの。いや、これベベベリーゲスにいじめられたけすよ。え、コアモとかですか。首を飛ばしてやろうかの。おお、許しよう。ベベベリー、真面目に練習しに来い。いじめられたけすよ。私が今から指導を出すんだの。はい、これを使ってみるんだの。これは何でですか。これをつけてもう一回勝負してこいの。これならなんかいけそうでけす。あの、ハンドでは手袋しちゃいけないのですが。首飛ばしたいのかの。問題ありません。はい、キャプテン、どこにいるんですか。うわ、また来た。練習真面目にやる気になったんが。ペペがくれたこの手袋でリベンジでけす。あ、その手袋しただけで勝てると思ってんのか。うるさいでけす。まあ何回でも相手したるわ。じゃあ行くぞ。ゲス！ボール消しとんだけど。なんでゲスこれ。おい、ルール違反やろ。シャープを消したのはキャプテンでゲス。調子乗りやがって。ゲス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 。